鳥居稲田神社は、茨城県笠間市稲田にある神社。式内社で、旧社格は、県社。主催人号指針総研は不詳。稲田姫宮神社演技によると、当地の言う長竹餅の家わらわが、稲田義美の水を汲もうとすると、泉の傍らに女性が現れた。家わらわの知らせで、竹志餅が尋ねると、自分は、木稲田姫で当地の地主神であると答え、 姫の父母の宮、夫婦の宮を建て、行為の水で稲を作り祭るよう新宅を下したという。当社の北西300メートルの稲田山中腹には、本宮が鎮座するが、本宮の祠左手には、巨石が突き出ており、この岩倉が稲田姫の降臨地と伝わっている。また、当社は、新張国蔵が放在した神社と考えられている。新張国蔵は、律令制以前に、 新張郡地域を治めたとされる国の宮津湖で、仙台旧寺本儀、国造本儀新張国造上には、水戸良命のこの日ならぬの命を初代国造とする、胸抜き載がある。水戸良命は天の保比の命の発生今後で、出雲国造と同祖にあるが、当社周辺には、式会社として、スケシの神社、鴨大ウはおこかんぬし玉神社、大国玉の神社があり、 いずれも出雲系の神々を祀ることから文献との関係が指摘される。六国史等の聖史には当社に関する記載はない。平安時代中期の演技式新名帳には、日立国に入り軍に、稲田神社名神台と記載され、名神大社に列している。鎌倉時代初期、両首の笠間寺朝は、藤原光都市、安津なる八人を招いて、 当社で法能家会を催しており、神話歌集にその歌の記載がある。室町時代末期に陛下により、社殿を消失。慶長7年に稲忠司が当地を検知した際に、本殿等が再建された。漢文8年には、藩主の井上正利氏が女子四国を与えた。元禄7年には、徳川光国が当社に参詣し、古社の推理する様子を嘆き、 演技等を奉納したの奉納。社殿は、高下2年に消失し、海元年再建されている。明治に入り、近代社格制度では、剣社に列した。境内社その他、境内には、数社が鎮座する。境外社所在地交通アクセス。ありがとうございます。